中国国営テレビボーダフォン独法人も放送停止、欧州全域に波及も、中国国際テレビ CGTN 停止、 A 通信大手ボーダフォンのドイツ法人は12日自社のケーブルテレビサービスで中国国際テレビ CGTN の視聴を停止すると明らかにした。ボーダフォン独法人は有効な放送免許はないと説明した。 A 放送通信庁は4日国営 CGTN の放送免許を取り消したと発表。調査の結果、中国共産党が番組の最終的な編集権を握っていることが結論付けられ、 A 放送法に反すると述べた。これに対し、中国の放送行政を担う国家広範電子総局は12日、 A BBC の中国国内での放送禁止、香港でも公共ラジオ放送の香港連台が BBC からの中継放送を12日から一時停止すると発表した。独ノルトラインベスト4練習のスポークスマンによると、同国で A 免許に基づき GTN が放送されていたが、英国も加盟する放送に関する欧州の協定では免許が他国にも適用されたため、 CGTN は域内全域で放送停止を迫られる可能性がある。詳しくははじめくんのブログへ。